まだある。今さ、ひなの、あの下からアングル、ちょっと大丈夫。超ブスだっただろ。モテる？いや、ギリギリ。モテる？そう、なんか嫌いなのに頑張って飲んでたんですよ、ひなの。でも、すごく栄養の味がしました。栄養の味。しかもトマトはあのリコピンっていうのがね入ってるから、なんかダイエットにもいいって聞くんですよね。でもあれよね、トマトはちょっとね、はい、美味しくないっていうか、トマト自体は美味しいよ。あのプチトマト大好きやもん。お腹すいたお腹が空きました。朝ごはんまだ食べてないのです。私トマトは寝る前に飲みました。そう、二人とも語彙力ないので。待って、ひなこさんよりはありますけど。私、え、国語の点数超いいんだ。私、うちも100点。そう、中のぐちぐちが嫌いなの。だから嫌なの。美味しいよ。え、思ってるの？え、マジで本当にトマト自体は、ひなの、え、ん？何？何もない。東雲。東雲？え、わかんない。なんて言うの、それはちょっと IQ が高いやつですよね。ちょっと難しいやつ言っとるよ。トマトの汁。トマトの汁。でもさ、トマトが入ってる。え、でもトマトはなんかプチってなるのが。でもミートソースパスタとかもトマト。それいける？え、ミートソースパスタってトマトなん？うん。え、シノノメ？シノノメって言うらしいよ。何シノノノメって？さっき言っとったあの感じのやつ。あ、そういうこと？東雲が？うん、東雲。すごい。東雲。シノノメ。シノノメは難しかった。うん、よくないよ、ね、IQ が高いやつ。それはよくなかった。プチトマトも無理。プチトマトめっちゃ美味しい。あのロケットトマトみたいな。じゃあなんで飲めんかったん？いや、なんかあのジュースになると酸っぱなんねん。うん。ここはどこだって。夢の中。夢の中。チャリチャリチャリーン。スマホって重たいね。ありがとうって言ったら持ってくれると思ってた。どうした？めっちゃ目半開きの人って感じ。そう、アイカブありがとうございます。皆様、イエーイ。梅干し食べて酸っぱいもん。梅干しは食べれる？梅干し好き。梅干しは好きだけど、あのこの前梅うどん食べたんですよね。梅うどん？そう、なんか梅が入ったうどんみたいなの食べて、うん、すっごく食べれなかった。なんか梅がそのまま入ってたの。意味わかる？なんか梅がそのまま入った。ふにゃふにゃな梅が。え、潰されて？わかんない、潰されてはないけど。え、麺に練り込まれてたってこと？違う。いや、なんか一個の梅が一粒の梅が入ってて、ドーンってそれがなんか酸っぱすぎてマジで食べれんかった。美味しそうやけどな。なんか麺は美味しかったけど、その梅をね食べようと試みたけど無理すぎて友達にあげたよね。全然酸っぱくないじゃんとか言うけどさ、めっちゃ酸っぱいからと思って。酸っぱいの苦手なんやない？え、そうなのかな。レモンとかは
あよくさレモンをさ唐揚げにかける人おるよね、うん、何のためにかけるんって思う。えかけへん。ひなのはかける派です。マジ、うん、美味しい。なんかさっぱりするというか、なんだろうな、美味しいよ。ほら、かける派が多いで。かけない。うん、島根から配信してたらひなのいないでしょね。ここは東京です。そんなめったに島根来ないの。行ってあげるね、今度。唐揚げにレモン。唐揚げにレモン。そう、うち唐揚げに塩派。あ、唐揚げに塩も美味しいね。近茶髪っぽく見えるぞ。私ですか。私がめっちゃ黒いから多分このさやともさ。私でも茶髪っぽく見えますよね。ね、よく言われます。いいな。でもね、片揚げに、ちょっと唐揚げだった。片揚げ、片揚げレモン勝手にかけるのは許されないよって。え、聞いてから。冷めてないです。もうね、その質問聞きすぎて飽きたいいな。そう、茶色くなってみたい。今日からひなが毎日5時半から始める。ごめんなさい、今日からではないですね。絶対起きれんやろ。うんね。あ、唐揚げにマヨネーズかけて食べる人もいるだね。あ、美味しい。うん、そう、私は水泳習ってて小さい頃にね、うん、だから色素が抜けたみたいな、抜けたり、あとはすごい癖毛なんですよ私ね。うん、ね、癖毛だからそうやってね、縮毛矯正とかかけたり何回もかけたりしてて、小さい頃から。あとは小さい頃モデルの年とか、あとは今 AKB で髪巻いたりとかしてるから傷んで茶色くなってるんですよ、きっと。羨ましい。だからあなたもひなの推し、うん、いいな、茶色いの。やだよ。え、だって真っ黒やで、これ。いいやん別に。だってさ、先輩とかにさ、あれやん、うん、髪染めてんのってさ、学校の先輩に言われるの嫌じゃない。確かに、それはそういうのが多分あると思うから。全くないよそんなうちも昨日推しが卒業発表した。悲しいね。どうした。日本人は黒髪が一番、黒髪パッツンが一番あれよね多分、うん、あの、なんていうん、清楚に、なんていうんだろう、そうだね。伊勢神宮と出雲大社。伊勢神宮マジで楽しいでしょ。もうマジで楽しい。家族で行ったことあるんですよね。マジで楽しい。食べ歩きできるしね、本当に好き。いいところです。綺麗だし。島根は何が、何、何のイメージがある？島根、島根、島根、神様君のキャッチフレーズの神様いた。私キャッチフレーズ変えたい、変えたいと思ってるんですよね。どんなんがいいかな。だってさ、神々から命を授かって15年ってさ、うん、今思えばさ、すごく変なこと言ってるなって思わない、うん、ちょっとどうしたとは思う。だよね。だってさ、最初さ、チーム B 転任した時に、うん、初めてキャッチフレーズする時さ、うん、なんか
変なエイトはもう慣れてるからいいけどさ、うん、やべ先輩変な風に思われないかなってずっと思いながらさ、神々の国からエナチを授かって、神々の国からだっけ、神々からだったみたいな感じになってるから、もうちょっとさ可愛いようにしたよね。どんなのがいいかな。絶対初めて会った人はさ、何言ってんのこの人みたいになるよね。おおーこういう大丈夫かなこの子みたいな、あるよね。なんかない、じゃあちょっと考えて、うちらの前で何がいいかな。ひーな、ひーな、ひなこっこみたいな。ダッサ、何それダッサ、半端なくダサいな。うん、ダサい、うん、すごいダサかったね。じゃなんかさ、こう何々みたいな感じでちょっとファンの人が言ってくれるのが良くない？うん、なんか自分でひなのやつは淡々と言うけんや、ひなこのやつも淡々と言うけんや、うん、で後で名前呼んでもらえるけど、なんかなんだろう、そう20日やったら1日とか私はみたいな感じで聞いてみたいな帰ってくるやつが良くない？